ボヘミアン・スポテッド・ドッグボヘミアン、スポテッド・ドッグは、チェコ共和国原産の犬種である。チェコ語では、チェスキー・ストラカティペスと言い,い、その英訳としては、チェック・スポテッド・ドッグが使われている。チェコのケネル・クラブで公認されているが、国際畜研連盟の公認には至っていない。1950年代に、プラハのチェコスロバキア、科学アカデミー・生理学研究所において、 犬学研究者、フランティシェク・ホラークによって、気質が穏やかで、多産であり、世話がしやすい、実験動物として作出された。1954年に作出が開始された。基礎となった犬は両方とも雑種であったが、メス犬は、ジャーマン・シェパード・ドッグのような用紙を持ち、オス犬は、スムース、フォックス・テリアに似ていたという。第三世代では、ジャーマン・ショート・ヘアード・ポインターが、 荒廃された。1960年にホラーク研究室券として正式に登録された。1961年にはプラハで開催されたドッグショーに初めて出場した。その後、1970年代にかけてボヘミアンスポッテッドドッグは医学実験等に使われた。特に転換の研究や人員食の実験に使われたという。 1980年代に入ると、実験動物として使われることはなくなり、残った約40頭のうちの数頭は、アカデミー以外に譲渡され、名前も、チェスキーストラカティペスへと変わった。はじめ、社会からの関心も乏しく、繁殖もあまり成功せずに絶滅寸前となったが、熱心なブリーダーによって繁殖が重ねられ、1990年代に入ると、 着立てがよく飼いやすい犬として広まった。1994年には、犬種標準が公表された。2015年現在、国際畜犬連盟の公認を目指して活動している。体高40から50センチメートル、体重15から20キログラムの中型犬である。ボディはしっかりとして、均等が取れている。紐は、短毛と長毛の二種類があり、いずれもダブルコートである。 毛色は、ブラックイエローホワイトもしくはブラウンイエローホワイトのトライカラーのみが認められる。ホワイトの部分には、隣接する部分の色と同色のブチが入っていなければ、ならない。頭部は長めでやや尖っており、頭頂部は平台。耳は、ボタン耳である。尾は、タレオで、長毛種は、飾り毛がある。性格は穏やかで忍耐強く、友好的である。従順であり、 訓練はしやすい。やや気まぐれな面もあるが、遊び好きで自分よりも小さな家族の相手をすることも好きである。ドッグスポーツにも向いている。スタミナがあり、運動量は非常に多い。一般家庭での飼育は可能だが、長めの散歩が必要となる。自分の体を舐めて毛づくろいをする習性があり、このため体臭が少ないという。ありがとうございます。